モスクワ側対岸からの眺めゴーリキー公園、またはゴーリキー公園は、ロシアの首都モスクワにある公園である。正式名称は、マクシムゴーリキー記念文化と急速の中央公園。佐藤ボエ環状道路の南部、モスクワ側東岸に沿って、レーニンスキー大通りに挟まれて、細長く広がる。入場は無料。園内には五立院池があり。 その南側はネスクーチヌイ庭園となっている。大観覧車やジェットコースター等のある遊園地でもあり、野外コンサート場も設置されている。夏季にはテント小屋でサーカスも催される。また、1993年から2014年までモスクワ側を往来する遊覧船から見える位置にソビエト連邦時代に開発された 宇宙船ブランの試験モデルの実物が展示されていた。公園の近くには、ドンスコイ修道院やノボデビチ女子修道院、モスクワ大学などがある。市民の憩いの場であり、休日には家族連れやカップルで賑わう。ありがとうございます。